友達が欲しい。そんな時は、スタビ、いや、出会い系をお勧めします。出会い系は基本、異性に対してアプローチしますが、あえて、同性にメッセージを送るのです。そうすると、何十通ものメールが来るでしょう。そして、その中のプロフィールを確認します。そこで、相手がゲイ、または相手がレズを希望ということであれば、その相手とやり取りをしましょう。